テリー・クックは、イングランド出身の元サッカー選手。U-21 イングランド代表として4試合に出場した攻撃的ミッドフィールダー。イングランドのほか、アメリカ、オーストラリア、アゼルバイジャンでプレーした経験を持つ。1976年8月5日、テリー・クックは、バーミンガム近郊のマーストン・グリーンに生まれ、バーミンガムシティのサポーターとして育った。ユースを、 マンチェスターユナイテッドの下部組織で過ごし、1994から95シーズンの FA ユースカップには、背番号10をつけて出場している。この時のチームキャプテンは後に、イングランド代表となるフィリップ・ネビルで、ユナイテッドは、決勝でスティーブンカー用するトッテナムを PK 戦の末に破り優勝した。同年代でユース期を過ごした選手には、フィルの兄であるガリー・ネビル、 ポール・スコールズ、ライアン・ギグス、ニッキー・バット、そしてデビット・ベッカムがいる。翌1995から96シーズン、クックはフィル・ネビルと共にトップチームでの出場機会をつかむ。彼はデビュー戦となった1995年9月のプレミアリーグ、ボルトン・ワンダラーズ戦でライアン・ギグスの得点をアシストするクロスを送っている。同年10月のリーグカップ。 ヨークシティ戦ではトップチームでの初得点を記録した。1996年には U-21 イングランド代表にも招集された。しかし、クックのユナイテッドでのキャリアはわずかリーグ戦4試合の出場に終わる。彼が主戦場としていた中盤の右サイドには常にデビッド・ベッカムの存在があり、1996年にはサンダーランド・バーミンガムシティへ。 レンタル遺跡で放出された。1997年には膝の故障でシーズンを棒に振り、復帰後の1998年にはディビジョン2に所属していたレックサムへレンタルで放出された。1999年には同じくディビジョン2の地元のライバルマンチェスターシティへ再びレンタルで放出され、同年3月に100万ポンドの遺跡金で買い取られた。彼は シティのディビジョン1昇格に貢献するが、翌1999から2000シーズンに、クラブが、プレミアリーグ昇格を決めた頃には、チーム内での立ち位置を失っていた。2000年からは、レンタル遺跡で、ウィガン、シェフィールド・ウェンズデー、グリムズビータウンといったカブリーグのクラブを渡り歩いた。2002から03シーズンはそのまま、ディビジョン一のグリムズビータウンへを移すが、クラブは再開で、 リビジョンに降格が決まった。翌2003から04シーズンは、リビジョン2のシェフィールド・ウェンズデーと契約するも、1シーズン限りで退団した。2005年から4年半の間は、アメリカ MLS のコロラド・ラピッツに在籍した。2008年4月のロサンゼルス・ギャラクシーとのリーグ開幕戦では、デビッド・ベッカムとの再会を果たした。彼はこの試合得点にアシストの活躍で4体。 例の対象に大きく貢献、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれている。コロラドでは主力としてリーグ戦106試合に出場、2006年シーズンにはリーグ最多となる12アシストを記録したが、2009年にアバディーンから移籍してきた元スコットランド代表、ジェイミー・スミスの加入によってその座を追われ、シーズン途中に退団した。クックは、その後、シアトル・サウンダーズ。 ノッティンガムフォレストのトライアルを受けるが、いずれも契約には至らなかった。2009から10シーズン途中、クックは故障した、イングランド人ミッドフィールダー、ジェームス・ロビンソンの代役として、オーストラリア A リーグのノース・クイーンズランド・フューリーと契約した。フューリーでは主に途中出場で10試合に、出場、2010年2月13日の第27節、ゴールドコースト・ユナイテッド戦で、 初得点を記録するが、これが彼のオーストラリアでの最後の出場となった。同年7月25日、フューリーはクックを放出した。2010から11シーズンは、元イングランド代表のトニー・アダムス率いるアゼルバイジャンのガバラでプレー。12試合に出場して1得点を挙げたが、同シーズン限りで退団した。ありがとうございます。